ネオベンサミアグラキリスニオベンサミアクリシリスは卵化の植物の一つで細長い茎に多数の葉をつける足のような姿をしており多数の白い花をくす玉のように密集して咲かせるまっすぐに立つ多年生草本茎は束になって生じ長さは 80cm から時には 2m に達する茎は全体に細く直立して伸び時に分子する 葉は茎全体につき、二列性でその基部は幼少となって茎を包む。葉芯は線状皮心型で、長さ12から28センチメートル、先端は小さく2つに割れており、その左右は均等でない葉芯の質は柔らかく、表面には光沢がある。なお、このように細い茎が立ち上がり、その全体に細い葉がついているので、その外見は、 稲荷の足などのように見える。またよく高めを出す。花器は春で、花茎は茎の先端から出て、長さ1 0トルほどで、多少の難毛があり、時に3から7に分子する。花はこの花茎の先端に多数が密集してつく。花のとは、幅の狭い三角形で、長さ0.3から1センチメートル。 花柄と脂肪は長くて、長さ1から2.5センチメートル。花は通常は大きくは開かず、白い。学辺は長大円状皮脂型で、先端は鈍く尖り、長さ1から1.2センチメートル。側下辺は、学辺よりやや短くて、大円型で、先端は鈍く尖る。新弁は、卵状皮脂型で、長さ1センチメートル。があり、は波状になっており、 中央部に短い白い毛がある。また、新弁の中央部は黄色で、基部の両側には赤い斑紋がある。しべ柱は長さ0.2から0.3センチメートル。太く短くて角張っており、円にはまばらに剛毛がある。また、しべ柱脚は不明瞭で側が区変と、多少ともメンタムを形成する。花粉界は2体からなる4個で、ほぼ円形の粘着体についている。 学名の俗名は、イギリスの植物学者、ジョージ・ベンサムにちなむ。タンザニアに分布し、標高450-1800メートルの地域に生育する。地上生化、あるいは岩の上に生じる。生育環境としては、山緑部の草原地帯である。この俗、ニオ・ベンサミア・ロウルフは、単系俗であり、本種はこの俗の唯一の種である。禁煙な俗としては、 ポリスタキア族パリストシュアが挙げられる。この族との相違点は、この族では、花序が三望花序であること、花が反転していること、神弁にカルスがないこと、花粉界の数が異なることが挙げられる。また、ニセリン系を持つものが多く、ウシが大きく違うことも挙げられるが、ポリスタキア族は、種数が多く、ウシは多様でニセリン系を持たないものもある。 洋卵の一つとして鑑賞用に栽培される。ただし普及はしていない。洋卵としての略称もない模様である。性質は強権で栽培は比較的良いである。ありがとうございます。